だからすごく左手がこういう状態で体からワンとこれ離れてきたんですね、はい、ガッツポーズ、ポーズ、うわ、アイソです。何この辺りフェースにボール乗りましたでしょ。乗りました。はい、兵庫県の宝塚です。宝塚、あ、東京が本社なのでうまくスケジュールできて大変助かりました。これだけとかのためだとちょっともったいない。これだけでも全然来たいと思ってたんです。じゃあいつも通りちょっと打ってるところ見せてもらっていいですか。すごく右向いてません？体。あ、向いてます。はい。まあ、昔流行ったこう右向いて手返すっていうのをとにかくやめてくださいねっていうのは誰を敵に回そうと一貫して言ってるんですね。それです。でフォローでは、はい、まあ、昔これも流行ったのが前傾保って三角形作って腰が辛いのが正しいフォロースルーだっていう風にみんな勘違いしたんですね。右向いた状態でヘッドがボールに届いちゃってるってことはグリップを引っ張れてインパクトできてないんですよ。要はここでヘッドを何かしら合わせに行く、はい、ここでヘッド出しに行く動きなんですね。この辺ですね。ちょっとアーリーリリースに見えますでしょ。はい、でこれだったらドローを打つとなんかいい球になってる。そうですね、はい、でも体は気持ち悪い、はい、でこれをフェードにしようとすると最初はいいんですけどもだんだん今度はぶっつけスライスとかものすごく左に飛んだりとか、はい、距離がものすごく落ちるフェードボールになるんですね、はい、何やってももう行き場のない、行き詰まり感みたいなものをすごく感じるパターンですね、はい、軸回転が怪しいので、はい、右軸左軸ってちょっと回ってもらっていいですか、はいはい、反対、はい、辛いですよね特に左軸が、はい、でこれは左に体重踏み込む前に右の側屈が入ってます。左に体重踏み込む前に右の側屈が入ってます。煽り打ち、煽り打ちです。明治がキープしながら左に踏み込むっていうのがあったと思うんですよ。左側屈のまんまで左に踏み込まなきゃいけないんですね、はい、でこれが今踏み込む前に右側屈下入ってます。新井先生の2大難しいポイント、はい、左の小屈と右軸キープの踏み込み、これむずいっすね。いや、それ違います、違います、これじゃないですね。これむずいっすね。いや、それ違います、違います、これじゃないですね。これは今膝のラインがクローズになってます。踏み込んだ時に両膝がターゲットに平行にならなきゃいけないんですよ。はい、今の動きだと、はい、はい、そうなっちゃってましたね、確かに、はい、正解が、なるほど、はい、難しそうだ、はい、これはでも、はい、今までより全然腰楽になります。あ、普通でいいんだっていう感じになりますよ。いつも腰が痛かったです。なんか苦しみのと引き換えに何かを得ようとしてる感じがあるんですけども、はい、そういうのないです。わかりました、はい、じゃあまず右軸はめますね。はい、ここが右軸、めっちゃ普通ですよね。じゃあ今度左はめますね。はい、はい、ここですね、はい、ここが左軸。さっきあんまり回ってない感じが、はい、回ってない感じしますよね、はい、ここに持ってくるってのがこうちょっと大事になってきて、で今これ左側屈と両方の脇腹緊張してるの分かります？はい、はい、この体勢、おへそからキープしてくださいね。はい、ターゲットに膝揃えます。こういう状態です。そうそう、まだちょっと左側屈のイメージですよね、はい、そこからお尻を同じ方向に回しながら右に側屈します、はい、煽りませんでしょ。煽らないです。右、はい、左、はい、右、どうですか、くるくる回りますでしょ。
くるくる回るんですけど、はい、肩今これ縦回転してるんですけども、自分の視界の中ではレベルに回ってる感覚になります。それと腰負担かかりませんでしょ、はい、で前傾も保ててるんですね。これ保ててるんですね、はい、楽だ。でちなみにこれ見た目は結構しんどそうに見えるんで、みんなしんどい動きをイメージしがちなんですね。これ以上前傾したらこれ前傾しすぎ、見た目に反して全然しんどくないです。じゃあ今度は右手のドリル、それ買いました。あ、買いました、はい、ずっと在庫切れだったんですけど。あ、本当ですか。2本目を追加を検討しています、両手用に。両手、あ、でも 1本だけでしょ、そんないっぱい買わなくていいから、ね、最初ちょっと腕の通り道確認しますんで、はい、ご存知ですかね、60度ライン、はい、あ、バッチリですね、はい、右ほっぺに飲み物を運んだ時に、はい、はい、これもご存知ですね、はい、じゃあポッケの方に下ろします、はい、はい、大丈夫ですね、はい、で肘の着地ポイントと手の降りる場所で、肘が伸びきる手前がインパクトの位置ですね、はい、ってことは、まあ、ここに対して、まあ、おなじみかもしれませんが、インパクトはここでしたね、手の位置、はい、で手はここにしか触れない、はい、届かせるために、そうとさっきの場所とまあ大体同じになるわけですね。本当だ。なので下ろして回る、はい、こうなってる時は、はい、左側屈のままなんですよ、はい、いや上から叩きそう、こうなっちゃいそう、はい、でこの時に体の正面に手がこう来たら本当に上から来ますよ、はい、なのでちゃんとここの右ポッケライン、この時大体この辺ですね。うわ、すっげえアウトから来そうな感じですよね。今までに比べると、はい、もうこういう感じだったんで、はい、で縦コックで左手離して、はい、で右肩の上、右肩、はい、さっきの要領で、はい、両膝だけちょっとターゲットに揃えてみましょうか。はい、そうです。でその時に前腕の右側に落ちてくる、はい、そうです。この時には肘が少し下がるんですね。クラブが落ちるとちょっと肘下がりますでしょ、はい、そしたらまだ肘は下げられる余地があります、はい、今度は右に側屈しながら腰を回し続けてくると、はい、こんな感じになるんですね。ガッツポーズの位置がまずすごく違和感、あ、そうですね、ちょっとはめときますね。違和感がありました。肩甲骨を少し背中にこう寄せて、あ、行き過ぎました、もう下げたままちょっとここ、そうするとなんか力今みなぎったの分かります、はい、腕をギャンと振れそうな感じ、そっちか、はい、でこれからだったらもう両膝が揃った勢いでそのまま適当に回ればビュンって振れますよ。そう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 、めちゃくちゃアウトから感ある、はい、これがインサイドなんですね。これそうそうそう、アウトからなってないですか。じゃあちょっと見てみましょうか。そうすると右のが正解で、はい、肩と腰の位置関係はここになるわけですね。こっちもちゃんと右手押せてません。押せてます、はい、まあ、左はでもこれは偽シャルを肩クローザーだってますから、はいはい、ギャップあるわ、マジっすか、はい、ガッツポーズ取っていただいて、はい、ここに下ろしてみましょう、はい、じゃあここにグリップ左手合わせてみてください。ここに来なきゃダメです。うわ、左肩めちゃくちゃ開いてない。これは今左手をここに下ろしてるんですね。右手ここですから左手もここに下ろさなきゃいけないんですよ。確かにそうですよね。だからこことここ左が難しいです、はい、左が届かないんですよ。で届かせるためには、はい、捻転のキープ、そして左肩が起き上がっちゃいけない。あ、ここに対してここってこうなったらアウトなんですよ。まあ、体も起き上がってくるとどんどん浮くんですね、はい、そうするとこういったことが起きちゃう、はい、手が下がってないですね、はい、ここまで下げてくる。おお、なるほど。ただ最初はむずいので、できるだけこうクラブを右手で短く持って、で最初はこうやってスペース開けとくと、まあ、ここに対してちょっと猶予があるんですね、はい、だから、まあ、右手のフィーリングがそのままできる。あ、ただ頑張っていくにはどんどん近づけていくっていうの、あ、それで最初話してやる。最初はそうです。だこっちはおまけにしておいて、右手でまずは半身の体勢が取れるようにする。はい、辛くなりましたよね。めちゃくちゃ肩が前に、なんていうか、ここの肩甲骨がぐっと前に出た。そうですね、はい、左が。だからとにかくやっぱ右手のドリルすごい大事で、はい、ガッツポーズ、キャリーケースの時に左軸作った時にちゃんとこの左手持っても右手の動きのフィーリングが出るかどうか。そうするとすごい腰回りますでしょ。はい、
さっき止まっちゃってましたけどね。これで押すのか。そうです、押してますよね。押してますね。で押してきたら腕の右側を経由して立てていく。こうやって長いものを使えばもっと楽で、まあ、右手でキャリーケース、キャリーケース離しておいて、またキャリーケース開かないけれどもインパクトではちゃんと開くっていう、この肩のポジションを作れるので、はい、下回しなんて言ったりするんですけども、クラブの動きってこういう回転はダメっていうのがあったんですね。はい、こっちからこう回って、はい、で常に腕の右側にありますよ、はい、これでこうじゃなくてでこう、そっち、はい、これで回ってるんですね。腰は回ってるか、連動しますでしょ。これもあの腕のこういった動きと腰の回転ってこうやって連動しやすいんですね。これ逆に内向きにひねるとこういうイメージになりやすい。こうなるってことですね。はい、でこうの場合は、こうなれるってことですね。いきますよね。で私はこうなってたのでそれはせずに、はい、まあ、こんなイメージですかね。大林さんにさっきこうなってたわけではなくて、はい、こういう動きをこうやってやってるんですよ、はい、そうすか。体がこうなったらこれじゃ打てないからこうしちゃうんですね、はい、あと右手はできるんですけども左手ができないっていうのが最近なんかちょっと僕よく言ってて、左手一本でちょっと素振りしてみてください。はい、でこれすごく今振りにくかったと思うんですよ。またしゃくってる。すごく下から来てますでしょ。またしゃくってる、はい、はい、でこれはクラブを後ろ倒しできなくて、はい、体の向きでインサイドの軌道を作ろうとしてるんですね。だからすごく左手がこういう状態で体からワンとこれ離れてきたんですね、はい、左手の小屈がこうちょっとやりにくいっていうのがまあみんなよくあることなんですね。要はダウンスイングした時に本来はこっちに折って、はい、切って振っていくんですよ、はい、でこれがどうしてもまあやりにくいので、はい、この形のまま手振りやすいんですよ。正しく振ると離れないですね。本当だ。これがさっきは。それよく見るんですけど、どうやったらその動きになるのか。左手の後ろ倒しっていうのが、はい、3本の指で引っ張るっていうのはコツなんですね。この3本、親指と人差し指を離してください、はい、この指の開いている方向に落とします、はい、うわ、はい、そうすると3本の指でしか持てないですよね、はい、でその3本の指は引っ張れるんですよ、グリップを、はい、引っ張れますよね、はい、こっちに落とすの難しいですね。そうなんです。
手首をこう決められて、はい、でこれ僕やると技かけられてみたい、こんな感じ、そうすると左手って体からあんまりこう離れなくないですか。そうですね、そう言いますでしょ、はい、腕あんま長くならないですよね、そう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 。これが大事です。これだったら右手も届きます。届きますよね、はい、さっきわーとか言ってこんなことやっちゃってるんですけども、はい、本来はこれで届くんですよ。そう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 。あ、これ全然離れないですね。不思議ですね、はい、こう曲がってるというか、あ、左手が曲がってるというか、そうです、折りたたまれているのは今までな、はい、自分の感覚ではないです。ここからジュースのポジションっていうのは、はい、ここで肘が支点になってちょっと外側に支点ながら、こういった動きなんですね。あ、逆ジュースですね、はい、逆ジュース。ここがちょうど右手が届くところなんで、こうか、そういうこと、はい、いやー、なんかこうしてたな。うわ、それはきついですね。そうそう、こうか。後ろ倒し、これ右手だとこう人差し指の付け根でこうやって受け止められて安定するんですね、はい、そうすると3本の指と人差し指でこうやって受け止められますでしょ、はい、じゃあちょっとこの2つ外して人差し指だけにしておいて、はい、人差し指だけ、はい、そう、こういう感じ、よいしょ、そうそうそう。じゃあ気持ちよく回っちゃいましょう。こうなんなきゃダメ。いつもと比べてどうですか、回転の感じ。そうするとだいぶ振りやすいと思うんですね、はい、インから入れるっていう感覚はそんなないんですよ、はい、はい、そう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 。これをこうして、そうすると、はい、正しいところくるんですね。練習で親指をこうやって外しちゃって持っちゃうのも全然ありなんですね、はい、まあ、こうやって右手は、まあ、ベースボールグリップのちょっと2本ないバージョン、はい、はい、そうです。で、まあ、固定グリップでも、まあ、逆コックでもいいんですけれども、はい、ここから、はい、ガッツポーズで、キャリーケースに来るとこの親指の間のラインでシャフトが落ちてくるの分かると思うんですよ。そう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 、この間で落ちる感じが手の中で感じますよね、はい、はい、右手のドリルの感覚が入ってくると、はい、めっちゃシャローになるんですね。これがベストポジです。これでいいんですか。はい、小屈になってますでしょ。なってます。サムダウンになってますでしょ。なってます、はい、キャリーケースで押し込んできて帰ってくるとこんな感じです。ダウンブローに打てる気がしてきた、これだと、はい、でそのまま押し込んで立てる。 OK、 そうです。落として回る、そう、そういう感じです。体回ってますかね。はい、なんか体の回り方が自分的には不十分な。あ、これで十分です。今のグリップで親指人差し指外しちゃいましょう。左がですよね。そうです。で、こっちは右は、右は普通に持ってください。あ、はい、ガッツポーズ、ポーズ、うわ、はい、そうです。何この辺り、ガッツポーズ、ポーズ、うわ、はい、そうです。何この辺り、フェースにボール乗りましたでしょ。乗りました、はい。で、これ左が最初、はい、立ってきて、寝た、寝て、下からつらい、ダメなやつだこれ、はい、これ直した方、おお、はい、だいぶ回りやすくなったと思うんですね。ただよく見るとここで、今ここでグリップエンドよりもヘッドがちょっと下通ってますでしょ、はい、本当はここでグリップエンドよりもヘッドが前を通っていかなきゃいけないですね。要はこの腕の三角形の右側にクラブがなきゃいけないんですよ。今これ腕の三角形のちょっと左側に来てますでしょ。その理由はちゃんとかなり手の中でこういう回線の感じがあと出ていいんですよ。こう回線落として、こう、そう、もっと回します。回すと
立てて、はい、OK。ちゃんといいか、このぐらいでちょうどいいですね。ちょうど重なってる前腕とシャフトが、はい、でシャフトが立ってくる、はい、ここの違いなんですね。違いますね、はい、ちなみにでここで両膝が本当は揃ってなきゃいけないんですよ。あ、まだまだクローズ、はい、だからもっとここで腰が回って左向かなきゃいけないですね、はい、でもインパクトまでの動きってちょっと不自然な感じになってますね、はい、下から来る感じが減りましたよね。下から来てないですね、はい、下から来てないけどインから来てる、インから降りてる、はい、でフォローは、はい、これが本来の前傾を保ってる状態なんですよ。めちゃくちゃしんどそうですね。左は、左はそうなんですねちょっと腰を痛めそうな感じですね。あ、突っ込んでる、なんか入ってつらそうなところに抜けたのがだいぶ体が回転しながら、はい、ハンドファーストにちょっとなってきたのが分かると思うんですね、はい、はい、これだけの違いがあるんですね。おだ、こっちは腰が回ってちゃんとハンドファーストになってるんですよ、はい、こちら側は腰が浮いて腰が回らずにちょっとクローズの肩で打ってるんですね。本当ですね。でフリップしてスライン、こっちはちょっと押し込めて、あ、右肩は出てもこれでいいと、はい、こっちなんですね、はい、無理がないな、こっちの方が自然ですね。すごく右向いてません体で、これは左に体重踏み込む前に右の側屈が入ってます。こうなってる時は、はい、左側屈のままなんですよ、はい、でこの時に体の正面に手がこう来たら本当に上から来ますよ、はい、なのでちゃんとここの右ポッケライン、はい、じゃあここにグリップ左手合わせてみてください。ここに来なきゃダメです。うわ、左肩めちゃくちゃ開いてない。これは今左手をここに下ろしてるんですね。これで回ってるんですね。腰は回ってるか、連動しますでしょ。これもあの腕のこういった動きと腰の回転ってこうやって連動しやすいんですね。だからすごく左手がこういう状態で体からワンとこれ離れてきたんですね、はい、正しく振ると離れないですね。3本の指で引っ張るっていうのはコツなんですね。この3本、親指と人差し指を離してください、はい、この指の開いてる方向に落とします、はい、うわ、はい、3本の指と人差し指でこうやって受け止められますでしょうか、はい、練習で親指をこうやって外しちゃって持っちゃうのも全然ありなんですね、はい、まあ、こうやって右手は、まあ、ベースボールグリップのちょっと2本ないバージョンで右手のドリルの感覚が入ってくると、はい、めっちゃシャローになるんですね。ガッツポーズ、ポーズ、うわ、アイソです。何この辺りフェースにボール乗りましたでしょ。乗りました、はい、めちゃくちゃ来てよかったですなんとなくイメージできたと思うんですね、はい、あとは自分の努力ですけど、はい、方向性が分かったのがすごくありがたいです、はい、やっぱりまあ基本はやっぱり右手のドリル、はい、でさっきで言うと右軸キープの踏み込み、だネットでやってる内容まんまなんですよ。そうですね、大体どんな症状でもみんな一緒っていう、ぜひ頑張ってやってください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。